その若さで俺と分けるとは大したもんだ。生まれは誰に剣を教わった？悪いね片倉さん、俺昔のことってあんま思い出さないようにしててさ、あんたとまた勝負できるとは嬉しいね。さあ張っていこうぜ、竜の右の目ん玉さん。ほざえてくれるじゃねえか。いいだろう、きっちり落とし前つけてやる。お前さん、小生に手を貸す気はないか？王を支えたいってんなら小生だって穴蔵王だぞ。どうせ狙いは竹中への当てつけだろう。まあいずれにせよ、伊達を離れる気はさらさらねえな。地下道、侮れねえ男だとは思っていたが、ここまでとはな。え、なんだって？もう一遍、もう一遍言ってくれ。悪いことは言わねえ、やめときな。そう超えた勝負に挑むなんざ愚かの証だ。うるせえんだよ。手下どもの人生も背負えねえ、とんだ小物だぜてめえは。たかだか竜の片目に辛抱遠慮の何がわかる？日輪の巫女か。その肩書きはてめえにとってどれほどの意味を持つ？そうだな、貴様にとっても8万その程度であろう。まるで尻尾がつかめねえ。てめえ一体何者だ？いいわ、険しい顔がすごくいい。あなたの顔をわらわにちょうだい。てめえが裏で帝を操り世を乱した、違うか？面白い推測ね。でも違うわ、あれはわらわで動かせる男じゃないもん。てめえという存在から今の全てが紐解かれた。無数の騒乱も政宗様の王への気球も。それは違うぞ竜女の友よ、全ては必然だ。おのずから芽吹き花開いたのだ。政宗様、あなたの右目が最後に焼き付ける光景だ、忘れないでくれ。決死の覚悟か、ならばよもその熱に応えよう友よ。小十郎さん、お願いかくまってください。みんながみんな僕をいじめてくるんです。ま、分かったからひっつくな、鼻水をすりつけるな。泣き言言いながら人参つまんでんじゃねえ。ほう、側近であることに疲れた。さて何をおっしゃっているのやら。てめえらのせいで多くの民が嘆き苦しんだ。それこそが王の業であるならば俺は。安心なさい、位など関係ありません。全てはあの方、あの方であるがゆえに。サルトビ、俺はてめえらと同盟を組むことも考えている。周囲を見渡す限り竜子で争っている場合じゃねえ。へえ、まあ悪くないんじゃない。独眼竜はともかく、あんたは敵に回したくないしね。貴殿がいれば政宗殿は道を外れると信じたいが。当たり前だ、そんなふざけた真似この俺がさせねえ。もし万が一の折俺の力で政宗様を正せぬとしたら、その時はてめえしかいねえのかもしれねえな。が、片倉殿、それは一体何とぞこの雪村に詳しきところをご教授願いたい。右目よ、お主にはかの左目の見ているもの、それが見えておるか？無論だと言いてえところだが、全部じゃねえ。今はガタガタ言わず信じてついていくだけだ。もしあなたの国と同盟を結びたいとそう申し出たなら、あなたはどう応じる？うん、
一向の余地すらなしとは言わぬな。まずはお主のその腹の内、思惑を改めようぞ。主の主は厄介よ。三成に絡み引きずらんとする。主が綱ってくれるならば胸をなで下ろしもしようが。引き合う縁にしがある以上どうともできねえぞ。てめえが石田三成を御しきれねえようにな。賢人に求められるとはまこと大したものよ。我もまた主の離反を心の底より進めるが。それでうなずくとは微塵も思っちゃいねえだろう。腹の探り合いはなしだ。互いの刃で語りゃいい。私が道を違えていれば行部はすぐに指摘した。不意調一つ正さぬ貴様が行部以上であるものか。なるほど、政宗様がおっしゃっていた通りか。石田三成、こう見えて骨のある男のようだな。てめえとの関わりが政宗様の何かを変える。それが何なのかこの目で確かめさせてもらうぜ。好きにしろ、だが無意味だ。少なくとも私は返事ない。変わりたくもない。王を自称するなど、お前の主は一体どうした。こんな時代だ、野望の一つや二つ男なら抱くさ。悩みは人を育てるな。時には根元を腐らせる。後者とならぬよう重々気をつけることだな。ああ、その言葉胸に刻ませてもらうぜ。下品な男どもゾロゾロと、いい迷惑だ。否定はできねえが、それはともかくてめえは邪魔だ。潰させてもらう。買い回りをうろつかれちゃ面倒なことこの上ねえ。てめえには悪いが、ここで退場してもらうぜ。力任せで目論見を通す気だな。野蛮の敵もやっぱり野蛮ってことか。政宗様とてめえ、より膨れ上がるのはどちらか。そうだな、案外お前と戦う次第なのかもしれないな。徳川、てめえにはわかるのか政宗様の思惑が。なんとなくという程度かな。もしお前にわからないのなら近すぎるゆえなのかもな。面倒な話はよそう。共に来るんだ片倉君。僕らなら彼の暴走を止める手助けをしてやれる。そうして政宗様から離れ、俺に一体何が残る。甘ったるいささやきはもう聞き飽きたぞ竹中。我が友が欲するからには有能なのであろう。だが己が主すら御せぬようでは、いささか思いやられるな。元よりその必要もねえと言ったらどうする。少なくとも政宗様はてめえにだけはならねえ。なぜ王だなんて馬鹿げた名乗りを上げさせたんだ。お前ならどうとでもできたはずだろう。おそらくはてめえら主従のそれと同じだ。俺とて必ずしも全てをいさめきれるわけじゃねえ。そなたの心の氷溶けてはいません。はい、この氷の教えを胸に竜の道を行きます。今一度瞳につららを宿しなさい。私から導けるただそれに。それほどまでに心乱れているか。その言葉ありがたく受け取らせていただくとしよう。うちの国を乗っ取ろってんならさすがに組めないけど、そこんところどうなんだい片倉さん。その危惧がありえねえとは言えねえな。なるほど、冷静に応じられるようになったじゃねえか。てめえの国ほど穏やかな場所は他に知らねえ。それを導いた手腕は大したものだと切に思うぜ。お前ほどの男に褒められると照れるな。だがきっと独眼流も同じような国を築き上げるさ。
片倉殿、実は折り入ってご相談が。新たな野菜についてか。いいだろう、存分にかかってきな。カンナギ殿、あなたを疑いたくはないが、卑弥呼とは誰にも見えないみたいですし、信じてくれないんです。あなたならもしかしてと思ったんですが。いち早く帝に下る、その判断は確かだった。てめえは一体いつまで皮をかぶり続けんだかな。さて何のことかね、カタクラ。おっと間違え、カタクリ君。我が輩は紳士、それ以上でも以上でもないのだよ。足利人脈における偽りなき最強、鬼島津殿、竜王側近としてあなたを撃たせていただく。単なる武人同士とは望めそうもなかねえ。これも帝に手を貸した兵ちゅうやつかの。願わくば俺にひとときの憩いを与えてほしい。真剣勝負という名の火花散る安らぎを。立ち合いをこそ至福と称されますか。それもまた武人の佐賀というものなのでしょう。さあ遠慮はいりません。あなたも主に習いザビー様号を話すのです。一体何の話をしてやがる。クールだかクルーだかのことなら悪いが畑違いだぜ。てめえは帝などどこ吹く風のようだな。ある意味では政宗様以上の進化。よせやい、一つところに縛られるのがことのほか嫌いってだけの話よ。その雨ごとやら見かけたらてめえに教えてやる。届け先は帝の陣営で間違いねえんだ。そうです、マリアさんとか長政さんたちと一緒に。あ、しばしお待ちを。すぐに地図隠すよ。王への嘆きか。あるいは俺にもあんたのような未来が存在しうるのかもな。ううん、あなたはきっと大丈夫。やり直さずともいいくらいに恵まれているから。さてまずは帝について語ってもらおうか。てめえが言うところの正義とやらなのか。いや必ずしもそうとは思え。いやいや、私を反逆者に仕立て上げようとしたな、悪。てめえによく似た男を俺は知っている。俺はそいつを立ち直らせ、そして同時に救われたんだ。そうか、あなたはとても幸福だったのだな。私も願わくばあなたのような傍らが欲しかった。政宗様こそ王の意味合いを変えるお方だ。ひたすら忌み嫌われるのはてめえが最後でいい。はっ、小物の親も所詮は小物か。恐れられる覚悟もなしに王を語るなど失笑ぞ。なるほどな、てめえもまた主の道を危惧する者か。王とは人の王さたるものか。ただこの目で見届けるのみ。